大谷4四球で野軍大炎上。大谷が四球攻めに本音爆発。正直我慢できない。エンゼルスの大谷翔平選手は19日、日本時間20日、本拠地ヤンキース戦に2番指名打者で先発出場。ホームランが期待されましたが、結果は1打数無安打2得点。自己最多タイの1試合4四球を記録。チームは快勝し、同一カード3連勝を飾っています。第1打席から空振りを取れればラッキーなコースにばかり投げられ、なかなか勝負をさせてもらえない状況が続き、4点リードの6回1死2塁の場面には申告敬遠も。この惨状には本拠地に大ブーイングが鳴り響きました。ここ5試合だけで4敬遠、さらに今季8敬遠はリーグ2位と、四球攻めを不安視するファンの予想が現実のものとなってきています。そんな四球攻めについて大谷選手は以下のように語っていました。特に浅いカウントとかはボールでもいいぐらいの感じでカウントを取りに来る場面が多い。無理にそこに手を出す必要はない。我慢の打席が多くなりますし、ただ我慢できなくなることもあって強引になることもあるので、と苛立ちをこらえる様子。そんな大谷選手はホームランタイトル争いをしていた2021年も四球攻めで苦い経験をしています。今年と同じく後続のトラウト選手がシーズン途中で離脱。大谷をフォアボールで歩かせても後続を打ち取ればいい。そんな印象がエンゼルス打線につき、今と同様に当時も勝負を避けられ続け、最後はタイトルを逃してしまいました。大谷選手が記録更新もできたらいいなというのはありますと話している通り、ジャッジ選手の記録が超えられるかどうかという重要な場面。そんな中、復帰目前のジャッジ選手が大谷選手にエールを送っています。記録は破られるためにある。彼が何を成し遂げるか、いつもワクワクしている。最後はメンタルとの戦い。翔平は80から100本塁打を打てる能力はあると思う。だから周囲の雑音をいかに消し去るか、シャットアウトできるかだ。去年は MVP を争ったライバルがこんな熱いコメントを残したのです。そんな大谷選手とジャッジ選手については MLB のスーパースターたちも気になって仕方がない様子。2人の能力を比較し、ある選手が本音を吐露しました。大谷とジャッジは比べ物にならないよ。そう話すのは2017年にア・リーグ MVP を受賞したホセ・アルトゥーベ選手。同じア・リーグ西地区でしのぎを削る大谷選手の凄さを目の当たりにし、正直二度と対戦したくないと圧倒されてきたことを明かしました。そんなアルトゥーベ選手はメジャーリーグナンバーワンは誰かという論争について黙っていられなかった様子。一流プレイヤーらしからぬ過激発言を連発したアルトゥーベ選手は大谷選手に対してどのような感情を抱いているのでしょうか。大谷とは二度と対戦したくないよ。2017年のアルトゥーベ選手はキャリアハイの成績を残し、シーズン MVP を獲得。そんなノリノリ状態の時、メジャーにやってきたのが大谷選手でした。2人の初対戦は2018年4月24日。まだ大谷選手が挑戦者として名を広めていた頃、投手大谷と対峙したアルトゥーベ選手はとんでもないボールを目の当たりにします。1打席目に凡退すると、2打席目は大谷選手が簡単に追い込み、最後は低めに鋭く落ちるスプリットで空振り三振。3打席目は勝負球にスライダーを選択し、アルトゥーベ選手のバットはあえなく空を切りました。この試合の大谷選手は勝ち負けこそつかなかったものの、序盤から100マイル超えのストレートを連発。 MLB 史上5人目となる同一シーズンでサイ・ヤング賞投手から本塁打を打ち、 MVP 打者から三振を奪った選手になりました。完膚なきまでにやられたアルトゥーベ選手は、すごい球だね。正直あんなに良い投手とは二度と対戦したくないよ。とコメント。アストロズファンからも、アルトゥーベが完全に抑えられている。とんでもない投手がエンゼルスに現れたな。という声が寄せられました。この対戦を機に大谷選手に興味津々のアルトゥーベ選手は、積極的に会話をしに行く姿がちらほら。1年目から MVP 選手に目をつけられていた大谷選手の潜在能力は凄まじいものがあったのでしょう。そして大谷選手が MVP を獲得した2021年5月11日の試合では、アルトゥーベ選手を相手にさらに進化した姿を見せつけます。1打席目にヒットを打たれた大谷選手は、2打席目にとんでもなく曲がるスライダーを披露。危ないとばかりにアルトゥーベ選手は腰を引きましたが、球審はストライクを宣告しました。なんとデッドボール寸前から急激に変化し、
見事ストライクゾーンに決まったのです。これには実況も、わお、まるでテレビゲームみたいな変化だ、ありえないと驚きを隠せませんでした。米メディアの MSN も、翔平大谷は偉大な打者であるアルトゥーベと対峙し、打つのが困難なスライダーを投げ込んだ、驚くべき変化で打者の体からストライクゾーンへと食い込んだボールに、アルトゥーベでさえも完全に無力だったと評価しています。実はこのボールは後にスイーパーと呼ばれる魔球、そうです、第5回 WBC 決勝戦でトラウト選手を仕留めたあのボールです。誰よりも早くスイーパーを見たアルトゥーベ選手は、お手上げだという表情を浮かべることしかできませんでした。早くも異次元の体験をしたアルトゥーベ選手ですが、これはまだまだ序章に過ぎなかったようです。大谷、俺をいじめるのはやめてくれ。大谷選手は2021年までストレート、スライダー、スプリットを中心にピッチングを展開してきました。そんな中、2022年夏頃からいきなり投げ始めたのがターボシンカー。大谷選手は投球を楽しくするために必要と説明していますが、100マイル近い速度で急激に曲がるこのボールはアルトゥーベ選手を絶望させました。9月10日のアストロズ戦に先発した大谷選手は、アルトゥーベ選手の2打席目にターボシンカーを投じます。99マイルという剛速球でありながら、ホームベース1つ分以上曲がる変化球にアルトゥーベ選手は思わず空振り。異次元のボールを目の当たりにし、今の球は何だと目を丸くさせ苦笑いを浮かべました。アルトゥーベ選手が全く合っていないと察したバッテリーは、その後の打席でもターボシンカーを連投。 MLB でも珍しいターボシンカーを見た解説者は、これだけのスプリットを見せつけられたらたまったもんじゃない、アルトゥーベの表情が全てを物語るねと、シンカーとスプリットを勘違いするほどの切れ味でした。これを聞いたファンからは、これはスプリットと間違えても仕方ないね、みんなアルトゥーベみたいに驚いてるよ、これが覚えたての新球種だなんてありえないよと驚きの声が寄せられています。腰が引けるほどのスイーパーとホームベース1つ分以上曲がるターボシンカーを投げ分ける大谷選手、アルトゥーベ選手にとってこれほど厄介な投手は他にいないでしょう。さらに2022年の大谷選手は打者として34本塁打の活躍、アルトゥーベ選手を含め MVP は大谷で間違いないというのが大方の見方でしたが、ヤンキースのジャッジ選手が立ちはだかりました。ジャッジと大谷を比較すると、シーズン MVP の選出方法は各リーグ30人の記者による投票です。日本と大きく異なるのが、サイ・ヤング賞が投手の MVP のようなものという風潮があるため、シーズン MVP は野手が選ばれやすい傾向にあることです。2022年の大谷選手とジャッジ選手の成績を比較すると、打率、本塁打、打点の主要3部門は全てジャッジ選手が上、さらにジャッジ選手はア・リーグシーズン最多本塁打を更新する62本塁打を放っていたため、野手成績ではどうあがいてもジャッジ選手にかないませんでした。しかし大谷選手は投打で規定回に到達するなど二刀流として大活躍。2人の成績を記者たちはどう評価するんだと様々な意見が飛び交いました。大谷選手を推薦する評論家は、過去に二刀流で大谷以上の活躍をした選手はいるか、一人の人間が投打両方をエリートなレベルでプレーしている限り、その人が MVP だ、ジャッジの防御率を答えてみろと主張。一方でジャッジを推薦する評論家は、選手のチームへの貢献度を示すウォーではジャッジが上だ、ジャッジは大谷より価値のあるホームランを打っている、チームをプレーオフにも導いている、エンゼルスはプレーオフに出場していないじゃないかとチームへの貢献度を主張しました。日本でも大谷ジャッジ論争が繰り広げられましたが、 MVP に選出されたのはジャッジ選手。なんと記者30人中28人がジャッジ選手を MVP1 位に投票するという大方の予想に反する結果になりました。この結果を受けてベテラン記者のティム・カークジャン氏は、間違いなく大谷の存在が複雑化させている、自分は大谷に投票する記者がいてもそれを支持するし議論する気など全くない、だが自分が投票権を持っているならやはりジャッジに投票するだろう、ジャッジは毎日出場し続ける主力選手としてキャリア最高のシーズンを過ごし、
彼の存在なくしてはポストシーズンには出場できなかっただろう。自分は古いタイプの人間で、偉大な選手はチームをプレーオフに導くものだと考えている。それも重要な評価ポイントになってくる。と、チームへの貢献度が重要なポイントだったと語りました。一部では、2021年は二刀流としての物珍しさがあったが、大谷の凄さに記者も慣れてしまった。と言われた2022年の MVP 争い。そうなると気になるのは2023年の MVP 争いですが、大谷選手は2年ぶりに MVP を獲得できるのでしょうか。大谷が MVP を獲得できない最大の理由。2023年の前半戦はキャリアハイペースで打ちまくった大谷選手。打率3割、32本塁打、77打点という驚異の成績を残し、本塁打ランキングトップのまま後半戦に突入しました。最大のライバル、ジャッジ選手は怪我で不在のため、この調子を維持できれば MVP は確実と言われています。しかし、大谷選手がどれだけ成績を残しても、MVP などのタイトルが一つも取れない可能性が出てきました。その理由が、7月末に期限を迎えるトレードです。MLB の規定では、シーズン中に別のリーグに移籍すると、成績がゼロからのスタートとなってしまいます。そのため、ナ・リーグのチームにトレードにされると、タイトルを獲得できる可能性は 0% になるのです。そして現在のエンゼルスのチーム状況を考えると、トレードに出される可能性は十分に考えられます。前半戦終盤のエンゼルスは怪我人が続出し、コツコツ貯めた貯金を吐き出した上に、借金をして後半戦を迎えました。チームに大型連勝ができる力も残っておらず、大谷選手頼みの状態が続いています。とある MLB アナリストは、トレードの確率もかなり高くなってきた。ナ・リーグに移籍してしまう可能性もある。と分析。実際、大谷選手の移籍先最有力と噂されるのは、ナ・リーグのドジャース。もしこの移籍が実現すれば、日本人初の本塁打王、そして2年ぶり2度目のシーズン MVP を見ることはできません。大谷選手もトレードについて、もちろんコントロールできないことではある。今は自分が試合の中でコントロールできる部分に集中したい。と、どこか覚悟を決めている様子。ひょっとすると7月下旬には、とんでもないニュースが日米を騒がせるかもしれませんね。あなたは本塁打王と MVP を獲得する大谷選手を見たいですか？それともプレーオフで活躍する大谷選手を見たいですか？ぜひコメント欄で意見を教えてください。個人的には、今シーズンはエンゼルスで日本人初の本塁打王と MVP を目指す大谷選手を、来シーズン以降は強豪チームでプレーオフ出場を目指す大谷選手を見たいと思っています。最後まで見ていただいた方はグッドボタン、チャンネル登録いただけると本当に励みになります。次回も他では見られない熱い情報をお伝えしますので、チャンネル登録がまだの方はぜひ登録ボタンを押してください。最後までご視聴いただきありがとうございました。